はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めの一歩ファイティングソウル動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、新セコンド登場記念ガチャというのが来てまして、新しいセコンドキャラでね、剣闘鴨川源氏、現役時代のね会長の、サポカが来ましたよということなんで、こちらをねちょっと今回は引いていこうかなと思います。なんかあれだな、左手のところがなんかすげえぼやーってしてるけど、なんかエフェクト間違えてないかみたいな。はい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 、なるほどね。会長の若い頃というところがね、あのセコンドで出ましたよと。で、あと、熱拳ガチャが1回無料で引けるみたいなんで、こっちをちょっと引いていきますか。新剣玉登場記念ってことでね、1回無料だよと。ということで、じゃあこちらから行きましょう。さあどうよ。で、熱拳引くとね、たまに烈風のモードが変わったりすることがあるので、烈風の方のねチケットも持ってたりするから、ちょっとねこれモード変わってたら烈風も、チケットでついでに引いちゃおうかなと思ったりはしてるんですが、どうですかね、変わるかどうか。強雷ガチャのモードが変わった。烈風は変わらない。烈風は変わらないのか。前はねちょっと烈風のモード、熱拳ガチャで変わったりしてたんだけど、ちょっと変わんないっすね。そういうことであれば一旦チケットは保留でいいか。はい、じゃあ新セコンド登場記念ガチャのね初回無料分いってみましょう。いきます。今のところね、この新セコンド登場記念ガチャっていうものに関しては、青木村から始まってね、漫画家梅沢くんとかも引けてないし、今回引けないと、3連続空振りという形にはなるんですが、もともとね確率がそんなに高いガチャではないはずなので、それも仕方なしかなというとこですね。あ、ただホーク出たのは当たりじゃないこれ。あ、OKOK。 そして最後に、未所持の装備が出ましたね。天候足の成功。こちらは、属性何で装備できるやつだろう。無属性かな。無属性の星11層、グローブだったら割と当たりかもしれんっていうところもあるんですが、それ以上にね、一応スタメンにいる、レッツコンプラスの強者ブライアンホーク、こちらが重なるのが結構でかいかなというところですね。はい、ということで、ちょっとね、新セコンド現役鴨川はちょっと外したんですが、割と収穫あったかなというところか。スタメンにいるホークがね、これまだ重ねられてなかったんでイラスト動いてないんですが、多分ね今回ゲットしたやつでイラスト動き出すと思うので、ちょっとくっつけてみましょうか。一括合成でねくっつけられちゃうと思うから、まずはここでくっつけていく。はい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 。お、 20.94 畳まで上がりましたね。で、これでホークがさっきまで動いてなかったんですが、あれ一突じゃまだ動かないのか。あ、動いてんね。あれ、ちょっと待って、なんで動いてないの。ちょっと待ってくれよ。一突、これはあれかな、タスクキルしてアプリ再起動しないと動き出さないかな。宮田くんがね、レッツコンプラスでプライチで動き出してたような気がしたので、だとするとホークも動くよなと思ったんだけど、なぜか動かないっすね。でもこっちのイラスト動いてるから、これちょっとなんか更新かなんかすれば動き出すと思うんだけどな。でもそうだよね、リカルドも動いてるぐらいだから、一突でとりあえずねエフェクトはかかるよな。次動画撮った時、おお動いた。なんで動かなかったんだよさっき。なるほど。OK。これでね、先導以外はエフェクト動き出したので、ホーム画面の見栄えはちょっと良くなったかな、みたいなとこですね。あとはね、ちょっと星11装備、ゲットしたやつ、誰が装備できるか確認しましょうか。ちょっとリカルドのやつ、リカルド装備できるね。OK。だったら、リカルドの方がいいか。先導とリカルドどっちかなというとこですが、リカルドが 2.89 畳で、
鮮度が 1.08 乗だから、まあ、リカルドの方かな。あっていうか宮田くんとホークの方が強いのか、レッツコンなのに。まあ後から出たキャラの方がね、どうしてもこのゲームはね強くしてしまうっていうのは分かってるんだけど、まあ最高レアリティが合コンなんだから、合コンは少しね他とは格が違っててほしいと思うと、なんかこの辺も複雑な仕様なんだよなみたいなとこはあるけどね。なるほどね。じゃああとはちょっと絆を、チェックして終わりますか。あれこれなんだ、強者たちが、なぜかボルグさん持ってないけど発動はできるみたいな状態になってるね。まあまあまあ発動できるのであれば一応発動しておきましょうか。まあこの辺ね、なんかコラボキャラとかだと未所持でも絆が、使えるようになったりした時があるので、まあちょっとねレアリティ高いやつに対して何か緩和が入った可能性はありますかね。はい、ということで、まあ、今回はねちょっと鴨川会長現役の、セコンドバージョンが出たぞということで、まあ、新セコンド登場記念ガチャ引いてみたんですが、まあ、収穫としてはねちょっとフォークが重なって、イラスト動き出したよという全然関係ないところでの収穫でしたね。まあ、ただ、スタメンのねキャラの突っ進んでイラスト動いたら、まあ、ちょっとねホーム画面にぎやかになるんで個人的には嬉しいかなということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。